はじめまして。おはようございます。私はエンリディダルセンと申します。私は二十歳です。私の誕生日は1999年10月18日です。私の趣味はサッカーをすることです。私は大学と日本語の学生です。今私は大学で3年生です。私は料理作ることができます。私の家族は6人です。家族の中で私は3番目です。私の兄弟は4人います。兄弟の中で私は1番目です。私は日本語が好きです。でも日本語はちょっと難しいですが、面白いです。バングラデシュで私の日本語学校の名前はエクズームエデュケーションです。その学校はタッカのダンムネにあります。私はタッカのシャンプーにから来ました。子供の時、私は日本に行きたいでした。それで私は日本語を勉強しています。もし私は日本に行く、もちろん私は日本の有名な山に乗りたいです。この有名な山の名前は富士山です。私は日本の富士山に山に乗った後、私は日本語学校の勉強をしたいです。日本の日本語学校で勉強した後、私は日本の有名な大学に入りたいです。その大学で勉強した後、私は日本の有名な会社で働きたいです。私は日本に好きです。日本は有名な国です。日本の経済は世界で3番目です。日本は安全な町です。日本人は真面目で親切な人です。だから私は日本人とても好きです。日本のエデュケーションシステムはとてもいいです。だから私は日本に行きたいです。皆さん、あなたたちは日本に行きたいですか？もしあなたたちは日本に行きたいですか？日本語勉強頑張ってください。皆さん、ありがとうございました。